皆様こんにちは、フルタンのミュージカル創作者の斉藤舞太です。はい、なぜ2日続けてメイクしてるのって話なんですけど、今メイクだいぶ落ちてますけどね。ですね、実はこの毎日投稿とかは、まあ皆様ご存知の方も多いかもしれないんですけど、この毎日投稿されてる方は毎日ね、動画を撮っていらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、やっぱりね、時間がある時にまとめて撮られる方がいらっしゃるんですね。で、私もそれをしながらなんとか毎日投稿は、可能であれば続けたいなと思っていますけど、やっぱり結構ね、撮って編集してっていうのが時間かかるので、いつまで続くかわかんないんですけども、頑張ろうと思っています。なんとなくね、もうじき2ヶ月いきそうな気はするんでね、とりあえず2ヶ月はやってみて、その後は、今後のね、ちゃんと音楽の、仕事の状態を見ながら必要なことを優先つけてやっていこうかなと思うので、どうなるかわからないんですけど、まあ、そんなわけなので、この動画はおそらく月曜の午後以降に配信をしますが、日曜日に撮ったものとなります。なぜならば編集してその日のうちに載せるということはとっても大変なんです。編集力があったりとかね、するといいんですけどね。で、私の場合は動画と、音源を分けてね、録音しているので、動画のね、画面の方はズームで撮ってるので、なかなか大変ですね、編集が。で、音は別でね、またマイクつけてね、黒助君に撮ってもらってるので、それを抱き合わせて最終的に、まあ、YouTube に載る形にしてるわけですね。なので、まあ、実は毎日投稿っていうのはそういう風にして取りためをしている時期もあるんだよ。で、ここでですね、まあ、毎日投稿をする時の取りための失敗話もちょっとしてみようかなと思います。ですね、前に多分ね、雨の日シリーズかな、なんか雨がすごい降ってる時に雨の日シリーズで雨の、ね、雨にちなんだ楽器たちをまとめて紹介しようと思いましてですね、ざーっと、いろいろとね、撮っていったわけですよ。一応日が違うっていう設定で、YouTube さんたちはね、服を着替えるらしいので、私も真似て服を着替えて、まあ、アングルを変えたりとかバッグを変えたりとかしながら、日にちが変わったかのようにこう撮っていったものを取りだめておいたんですけど、予報ではまだまだ雨が続くはずだったのに、あるあるですけども、雨が止んでしまったわけですね。撮りだめた動画が、あ、今日は雨降ってますねって言おうものなら使えないわけですよ。で、はーってなりましてですね、反省しました。で、私が好きな YouTuber さんとかがね、いらっしゃるのでね、その方の動画を見てたら、やっぱり過去に同じようなことがあったらしくて、まあ、その天気にまつわることとか、うっかりとネタバラシにならないようにとか、いろいろ気を使ってやってるんだなっていうのを、実際に自分がね、一緒にやってみると、なんか体感できて、なんだろうね、この毎日投稿をやってるのは本人が一番実は楽しかったりする。しんどいけどね、なんか大好きな YouTuber さんがこういう風な日常を送っているんだろうなっていうのがこう想像できて、すごく見てるだけでも面白いんだけど、自分がやってからもう一回その方の動画を見に行くと、すごいとか思ったりとか、自分が編集をしだしてからもう編集を見ると、あ、こういう編集をしてるからこの人すごいんだなっていうのが分かったりします。で、私も編集もちょっといじりたいのはいじりたいんですけど、ちょっとね、テロップの位置を変えることすらね、結構ね、大変なんですよね。多分私が持ってるバージョンが古いんですよね。で、思うようにならないことが多くて、そこにどうしても時間かけれなくて、で、手前の、まあ、練習しなきゃいけないものとか準備しなきゃいけないものがやってくるので、その合間を縫って今日は、何分撮れるな、じゃあこの中で例えば1時間撮れるな、じゃあ撮影を30分でやって30分で編集をして載せてしまおう、で、いっぺんに載せてから後で例えば概要欄の補足説明しようみたいな感じでやったりなんかしてます。追いつかないときはね、翌日とかにね、概要欄とか説明欄は追加したりなんかしてるんですけど、なかなかね、やっぱりね、忙しいですよね。でも楽しいしな、やめたくないけど、でも、なんかね、そう、外国のお友達からも言われたんだけど、 YouTube で食べれるよねって言うんだけど、それはごく一部の人じゃないかなと思ったりします。基本的にはね、 YouTube 収益化っていうのはね、なんだったかな、
1000人以上の登録者がいて、総再生時間だったかな、4000時間超えなきゃいけないんだったかな、があってから初めてなんか収益化の、ご相談があるらしくて、そこから相談に乗って、はい、収益化したいですって手を挙げると、審査があるらしいです。でそれを通ってから初めてなんですけど、だいたいここら辺まで行くのに一般の方で4年ぐらいかかるよっていうのを聞きしてるので、実はもう花から私は収益化は諦めているって言って怒られる、自分のね趣味でやってることなので、なんかみんなが一緒に楽しんでくれたらいいなと思っています。でそう簡単に収益化はできないだろうなとは思っていますが、動画をこう編集してみたいというのは昔からあって、で一度でも多分ねやめちゃうと、私やめちゃうんですよね、きっとね。で、人間って楽な方に行っちゃうので、そこをなんか頑張って、なんか自分がどこまでちょっとできるかなっていうのと、毎日やってればちっちゃなことでもなんかだんだん慣れてくるだろうなと思って様子を見てるんだけど、どうかな。ちなみに今日横にシュナちゃんがいますけどね、シュナちゃん、私ねシュナブザーも買ってみたかったんですよねって話脱線してるけど、しかも今抱いてるの犬です。この犬はですね、私の大事なね音楽仲間の、山本定治さんという方がねいらっしゃったんですけども、その方が、まだご健在の時にみんなでねコーヒーカンパとかのなんかね合わせをしに行ったんですよね。でその時になんかこれソフトバンクでもらったんだけどいる？ストラップやねんって言われて、先生つけないんですかって言ったら、僕こんなんつけへんよっておっしゃられてたから、だったら欲しいと思って、ストラップっていうんじゃなくて動物大好きなので、でしかもこれこんなストラップよく考えましたよね。で、すごく以前にいただいたんですけど、大事に大事に袋に入れて、大切に飾ってたわけですね。で今回、被災した時にね、今のお家に来た時にビニール袋に入れてるのもかわいそうだから、シュナちゃんたちと一緒に飾ろうと思って、私のレッスン室にはいます。なんか一種守り神みたいになってるけどね。なんか山本定治先生と一緒にね、日本各地のね、小学校を回ったのが懐かしいです。でその時のメンバーとかが、この間ねご一緒させていただいたハッピーバースデーバンドのねメンバーだったりしてね、あの時に出ておられない方とかね、リモートでご出演いただいた方とかね、もう懐かしのメンバー、それ以外にもたくさんたくさんいらっしゃるんですけど、なんかこのなんだろうワンちゃんを見るたびにいろんなことを思い出します。またね、なんか今年はね小学校公演とかもね、公演系もやっぱりね延期というか来年以降になりそうな感じなんですよね。現に中止になったご連絡とかもいただいてまして、なかなか寂しいなぁと思いながらもね、この時期やっぱりね何を大事にするかっていうのは大事なことなのでね、うまくいけばワクチンがもうじきっていう話をねちらちら聞くんですけどね、早くみんながね日常を取り戻せるといいなと思ってます。でそんなわけでですね、YouTube を撮る時の、撮影の裏側の話とか失敗談とかを今日は話させていただきました。それでは皆様、またね。